エルハルトミルヒ一人、ヒトホーフェンボルフラムフライヘアフォン、リヒトホーフェンは、ドイツの軍人。ドイツ国防軍空軍元帥。借位は男借。スペイン内戦の際、コンドル軍団を率いていたことでも知られる。騎兵大将、マンフレートフォン、リヒトホーフェンの息子として、当時は、ドイツ帝国領であった、シュレーゼン地方、シュトリガウに生まれる。聖火リヒトホーフェン家は、 貴族で男爵の家柄である。1913年18歳で士官候補生としてオーラウの第四ユサール連隊に入営。カッセルの陸軍士官学校で学び1914年に将尉に任官。第一次世界大戦には大隊長として従軍したが、1917年に晴れの航空学校に転じる。 卒業後の1918年3月に、いとこのマンフレート・フォン・リヒト・ホーフェンが指揮する、第11戦闘機中隊に配属される。終戦までに発揮を撃墜した。1920年、中尉で除隊。1923年まで、ハノーファー工科高等専門学校で、機械工学を学び、工学士となる。 卒業後、バイマル共和国軍に再度入園し、将尉として第11機兵連隊に配属される。しかし、国防軍が極秘に進めていた空軍再建計画に参加。公式にはベルリン地区司令部に属していたが、実際は陸軍武器局に勤務していた。1925年、中尉に昇進。 1928年11月、第5自動車中隊長。翌年大位に昇進。このカンベルリンシャルロッテンブルク、高科高等専門学校で、工学博士号を取得。4月から、ローマのドイツ大使館付け部官となるが、実際の任務は、イタリア空軍を研究することだった。2年後に、ドイツに転勤、第6自動車中隊長に就任。 ドイツ空軍の1キログラム障異弾1933年10月、ドイツ空軍の再建とともに、ドイツ航空省開発局に転じる。翌年少佐に昇進。1936年に中佐。同年、スペイン内戦にコンドル軍団の一員として従軍。1937年4月にコンドル軍団が実施した、一般市民数百名が死んだ悪名高い。 無差別爆撃、ゲルニカ空襲の際は、軍団参謀だった。リヒトホーフェンは日記に次のように記している。250は、多くの家と水道を破壊した。焼夷弾がその威力を示す時が来た。瓦武器で木組という建築構造は、完全な破壊をもたらした街路には、爆弾の穴がまだ見える。素晴らしい1937年10月、スペインから帰還し、 翌年1月に大佐に昇進。4月、リューネブルクの第257戦闘航空団、司令官。この年11月に少々に昇進し、今度は、コンドル軍団長として再度スペインに派遣される。翌年スペイン内戦は終了し、5月に軍団と、リヒトホーフェンはドイツに外戦した。爆撃直後のビエルに、第二次世界大戦が始まると、リヒトホーフェンは、 特務航空司令官として、ポーランド侵攻に従軍、第10軍に対する航空支援を行った。1939年9月1日、リヒトホーフェンは正式な戦線布告の前に、ビエルニに対する空襲を命じている。翌年の西方電撃戦では、第8航空軍団長。1941年4月に始まるバルカン、侵攻作戦では、 クレタ島降下作戦を指揮。独祖戦で、彼の航空軍団は、第三装甲集団を支援。九百四十二年二月一日、上級大将に昇進。スターリングラードの戦いに参加し、九百四十三年二月十六日には、元帥に劣勢られた。しかし徐々に連合軍が物量を持って、ドイツ空軍を圧倒。ドイツの制空権は失われてゆき。 リヒトホーフェンも脳腫瘍を患い1944年10月27日をもって第一戦から引退する。その後療養生活に入ったリヒトホーフェンだがドイツの敗戦によりアメリカ軍の捕虜となりオーストリアにある捕虜収容所に収監されほどなく死去した。ありがとうございます。